皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレットパート83やっていきましょう。前回の動画で純伝説ポケモンリンルーを捕まえたということで、今回は散々やるやると言って未だにやっていない、こちらチャンプルジム青木の再戦やっていくんですが、その前にせっかくオレンジアカデミーにいるということでちょっとだけ授業の方を進めていきましょうか。 MK さんおはようございます。どの授業を受けますか？じゃあ今回はバトル学行きたいと思います。木肌先生の授業バトル学でよろしいですか？よろしいです。よし、じゃあ早速グラウンドの方に向かっていきましょう。木肌先生結構可愛いよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 MK さんはちなみにめちゃくちゃタイプです。ということで、はい、木肌先生今日もよろしくお願いします。今日も元気にバトル学押すやっていくぞ押す。はい、中間テストみんなナイスファイトだったぞ。あ、そっか、前回は中間テストだったのか。今日から授業は後半戦だ。ビシバシ勉強していこうな。はい、よろしくお願いします。みんなはレッツゴー R ボタン使っているか？あんま使ってないんだよね。そう、あのスター団のね、あの時だけ使ってるって感じかな。ポケモンを前方へレッツゴーさせ、離れた道具を拾ってもらえる大助かりな合言葉だな。そうですね、レッツゴーした先に野生のポケモンがいればそのまま戦闘になるぞ。その戦いをお任せバトルという、お、今チャーレムの動き良かったね。はい、お任せバトル、文字通りトレーナーが指示せずポケモンにお任せで戦ってもらうんだ。勝負に勝つといつも通り経験値を得ることができるぞ。使いこなせば効率よく手持ちを鍛錬することができるな。いや、これ使った方がいいのかな。ただしお任せバトル中にレベルアップしても技を覚えないし進化しないのは要注意だ。あ、なるほど、技すら覚える選択肢は出ないんだ。あとはお任せバトルで負けるとわずかな体力で戻ってくるから手早く回復してあげるように。わかりました。あらかた話してしまったが、ここまでで何か質問はあるか？あ、中断するにはこれちょっと気になるな。捕獲はできないよね。お任せバトルが始まると勝負がつくまでやめられないぞ。あ、そうなんだ。 ZR で無理やりボール戻してもやめられないのか。お任せバトルが始まる前のポケモンが移動している間ならボール投げ ZR ボタンで中断可能だ。あ、勝負中に戻せないの初めて知った。へー、あ、 ありがとう。お任せバトル中でもポケモンはトレーナーのため頑張ってくれている。適宜様子を見てあげて負けそうになったら撤退を促すんだぞ。わかりました。もちろんだが HP が低いポケモンは疲れている。はい、お任せバトルを嫌がるのであまり無理させないようにな。あ、もう低い状態だったら始まりすらしないってことか。なるほど、いろいろ教えてもらってありがとう。結論、お任せバトルは互いに信頼関係があってこそポケモンに見損なわれないよううまく活用するんだぞ。わかりました。むむ、体で体験してもらおうと思ったがもう時間か。一番リーフィア持ってる子いると思ったらボタンちゃんだったなんだよ。それでは解散だ。おのおの元気に過ごしてくれ。っていうかボタンちゃん、これクリア、ちょっと待てよ、ボタンちゃんがさ学校に来てるのってこれクリア後限定か？クリア後とさクリア前でさ同じ授業を受けてもボタンちゃんが参加してるか否かって変わる？あ、多分そうだよね。だってストーリー的に。へえ、じゃあストーリークリア後に授業やった方がボタンちゃんと会える可能性あんのか。はい、じゃあバトル学このまま期末テストまでやっちゃいましょう。木肌先生の授業バトル学でよろしいですか？はい、よろしいです。結構わかんないこと多かったりするからさ、このスカーレットバイオレットの新しいシステムのバトルはね、ここで学んでからやっぱクリア後生かしていった方がいいかと思います。ということで、はい、次の授業もよろしくお願いします。木肌先生、今日も元気にバトル学押すやっていくぞ。はい、この前教えたお任せバトルみんなやってくれてるだろうか？やってないけど来ちゃいました、木肌先生に会いたくて。お任せを使いこなせばポケモンをたくさん成長させることができるし、はい、技マシンマシンで使えるポケモンの落とし物も効率よく集められる。そう、結構ね、技マシンマシン MK さん、アイテムが足りなくて使えないこともあるんですよね。技マシンマシン君たち使っているか？名前がちょっと面白いよね。それじゃあチェックするぞ。技マシンを作るにはポケモンの落とし物と、もう一つ何が必要だったか覚えているか？あ、これはわかるよ。LP ですよね。はい。木肌先生、転入生君はすでに使いこなしてそうだな。まだ転入生扱いなんだ。一応校長からいろんなね、特別な、あれとか任されてるんですけども、まあまあまあ。答えはリーグペイ、通称 LP だな。あ、リーグペイの略か。
そっかそっか、 MK さんちょっと抜けてたわそこ。え、 LP は技マシンマシンでポケモンの落とし物と引き換えできるぞ。はい、最近ハッキングというやつで LP を不正に手に入れている輩もいると聞いている。あ、ボタンちゃん、あ、いないね、今日に限っていないね。君たちはそんな悪事に手を染めないように。はい、ちょっときつく言っておきます。作りたい技マシンはウォッチ登録すれば落とし物の集まり具合をいつでもチェックできるぞ。何その機能、知らない。ウォッチ登録法、結論、技マシンを作るにはとにかくポケモンの落とし物が必要だ。ポケモンと戦いまくってたくさん落とし物を集めてくれ。わかりました。ムム、体で体験してもらおうと思ったがもう時間か。いつも時間の配分を間違えちゃう木肌先生、かわいいね。それでは解散だ。おのおの元気に過ごしてくれ。はい、毎回ただの座学と一緒なんだけど、わざわざグラウンドに集まる意味あります？まあ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 、バトル学ですからね。本当はバトルまでやりたいんだろうな。よーし、じゃあ MK さんおはようございます。次の授業行きましょうか。6まで受けたらもう次は期末テストですよね。木肌先生の期末テスト終わったら何がもらえるんでしょうか。ちょっと楽しみでございますが、そう、イベントとかもね、あったりするので、木肌先生のイベント、最終的にどうなるのかもちゃんと見たいですよね。こんにちは。最後の授業も元気に押す、締めくくっていこう。はい、その金のグローブと靴が似合ってるね。君たちの知識は十分に強い、もはや教えることはあまりないのだが、はい、さらなる高みを目指して、ほう、通信対戦におけるルールも覚えてもらおう。ほう、通信対戦、わかりました。通信対戦時では2人だとシングルバトルやダブルバトル、友達4人集まればマルチバトルで戦えるぞ。トリプルバトルは XY までですね。課外授業中のポケモン勝負はポケモンの数も強さも自由に戦わせているだろう。はい、しかし通信対戦時はいくつかの規定が存在する。お、マフィティフ、ペパーくんがいますね。そうですよ、一つはレベル補正、制限なしというルールはレベルはいつものまま、手持ちで同じポケモンや同じ持ち物が被っていても OK だ。そう、これはね、もうランクマッチとか関係ない戦い方ですね。そして、はい、ノーマルルールはどんな強さのポケモンでもレベル50として力を発揮してもらうルールだ。はい、レベルが低いポケモンでも成長した後の力を振るってくれる。そうですね、こちらも同じポケモン同じ持ち物被りは OK。技さえ覚えればレベルを上げなくても活躍できるのがノーマルルールの強みだな。はい、それも分かっております。あ、最後にフラットルールはレベル50以上のポケモンがレベル50に統一される。まあこのフラットルールが一般的ですよね、ランクマッチとかでは。フラットルールは一番戦略性が高いルールだ。そうなんですよ、このルールは手持ちで同じポケモン同じ持ち物を使用するのは禁止されている。まあ本当に今までの冷凍とかランクマッチのルールですね。そう、レベル1のポケモンをあえて使うとかありますから。さあここで問題だ。ノーマルルールとフラットルール、あえて低いレベルのポケモンで戦いたいときどちらが良いだろう。これはフラットルールですね。そう、これ結構あるんですよ。ガムシャラ電光石火だったりとか、あとはそのレベル素早さ調整とかね、あえて30何レベルで止めておくことによって本来は抜いちゃうんだけども、トリックルーム下で抜かれないように調整するとかあったりするんですよ。さすが転入生、よく聞いていたようだな。はい、聞いてましたよ。戦略的にあえてレベル5のポケモンを出したいときはフラットルールで勝負がベストだな。そうですね、もちろん制限なしだとポケモンもレベルも持ち物も自由に組み合わせられる。はい、友達同士で好きなように勝負するならうってつけだな。そうですね、あんまり細かいこと考えなくていいですからね。結論、はい、絶対レベル50がノーマルで低くていいのがフラットだ。わかりました。友達と熱い勝負に胸躍らせてくれ。うおー、なんかちょっと暗くなっちゃったけど、ムム、体で体験してもらおうと思ったがもう時間か。次回は期末テストを行うぞ。100点目指して押す押すだ。来た、期末テスト。ちょっと木肌先生の授業はさすがに5点満点取らないと失礼ですからね。木肌先生の顔に見とれて、全然点数取れませんでしたというのもありっちゃありですけども、バトル学期末テスト行っちゃいましょうか。木肌先生の授業、バトル学でよろしいですか？よろしいです。ちょっと緊張するな。前半の授業の内容覚えてるっけな。
期末テストは確か教室でやるんだよね。中間テストの時はそうだったかと思いますが、おお、やっぱり教室ですね。教室で見る木原先生も美しいですが、いよいよ力試しの日、期末テストがやってきたな、やってきました。それでは張り切って答案用紙と戦ってくれ。答案用紙と戦う、すごい言い方ですが、テラレイドバトルで味方全体の攻撃と特攻を高める応援は、これはイケイケどんどんですね。それイケガンガンもちょっと、近いですけど、まあイケイケどんどんでございます。レッツゴー R ボタンでポケモンに戦ってもらうことを何という、これはさっき習いましたね。お任せバトルでございますが、ちょっとねあれなんですけど、まあまあここで言うことでもないけど、結構ねポケモンバトルとか、あとポケモンゲットみたいな表現って、アニメの方があったりするんですけど、まあ今回はバトル学って言っちゃってるからね、お任せバトルが正解でございます。まあポケモンバトルはあんま言わないよな。ポケモン勝負大会っていうしな。まあでも言うとき言うけどね、ゲームでもねまあ一応アニメから出てきた用語でございますが、 LP を手に入れるにはどうすればいいだろうか。これは落とし物と引き換えが正解ですね。ハッキングは、ボタンちゃんのやり方でございます。通信対戦のフラットルールではポケモンのレベルが高いとレベル〇〇に統一される。まあこれは50ですね。フラットルールは50。通信対戦のノーマルルールでは手持ちで同じポケモンや同じ持ち物が被っても良い。これは被っても良いですね。フラットルールが被っちゃいけないで、ノーマルルールは被って良いです。よし、オッケー。そこまで鉛筆を置いてくれ。あ、今回はあれか、アンケートみたいなのはないのか。あれはジニア先生だっけ。ナイスファイトだったぞ。きっと100点間違いなしだ。今まで本当によく頑張った。これに合格すれば晴れて君たちはバトルマスターだ。ポケモンマスターもアニメ用語か輝かしいテスト結果を受付で教えてもらってくれ。まあアニメ用語とか言いつつも、ちょこちょこゲットとかバトルも使ったりするけどね、ゲームでもねまあ積極的に使われないぐらいのレベルでしょうか。テストお疲れ様でした。中間テストは3問正解、期末テストは4問正解で合格です。まあさすがに満点でしょう。今のところ期末テスト中間テスト全部満点できてるんで、もう満点。オール5で MK さんは卒業したい。 MK さんのバトル学のテスト結果ですが、はい、どうでしょうか。来た、5問中5問正解。まあまあまあ、今の自信あったわ。合格です、おめでとうございます。ありがとうございます。合格者の方へ木肌先生からこちらを預かっておりますよ。来た、経験飴 M を5個、ありがとう。そしてこれでさ、引き続き頑張ってくださいね。木肌先生のイベントができるようになると思いますが、医務室か、あれ、お、ここだ。なんで木肌先生が医務室なんでしょうか。こんにちは、ミモザ先生のイメージしかないんですけども。あ、この二人仲いいの。ちょっとちょっとちょっと、話聞かしてよね、リップさんと仲いいのは知ってたけど、やだやだ、絶対やだ。なになに、頼む、この通りだ。なんかお願いしてるね。どうしました木肌先生、何のお願い。あ、横目のミモザさんが可愛すぎるちょっと待って、もう MK さんこんなん選べないよ。あー、転入生、いいところにミモザ先生が私のサンドイッチを食べてくれないんだ。あー、それは食べない方がいいかも、ミモザ先生ミモザ先生食べない方がいいと思う。当たり前っしょ、お腹壊したくないんだもん。いや、このギャルっぽい言い方がいいな、ミモザさんはな。そんなことにはならないはずだ。いや、そうだけど、お腹壊すと思うよ。いや、前にあんたが作った肉で肉を挟んだサンドイッチ？いや、サンドイッチでもないぞ、それはもう。食べて、私体調崩したからね。なんで食べちゃったの？あの時は私も未熟で若気の至りというか、いや、まだまだ若いでしょう。先月よ、先月のことよ。あ、そうなんだ。じゃあ、やめた方がいいかもね、やっぱりね。というわけで、ニッチもサッチもなんだ。サンドイッチ作り特訓したのに悲しいな。あ、特訓したんだ。いや MK さんはミモザ先生の体調が心配だ。でも頑張ってはいましたよ。はあ、どうする、可愛い生徒に言われたら仕方ないわよね。食べる、食べてあげるからちょうだいよ。お、分かってくれたか。ではこれなんか観念したかみたいな言い方だけど、大丈夫かな。ミモザ先生、一応お薬とか用意した方がいいかもしれないよ。もぐもぐもぐ、どう、お、案外ちょっと味濃いけど、まあまあいける。え、本当？じゃあちゃんと特訓したんだ。おー、よかったね夜鍋でね、やってましたから。やった、特訓の成果だな。尊敬するミモザ先生に喜んでもらえてよかった。いや、よかったよかった。キャハダ先生から信頼を感じる。ありがとう、ミモザ先生、そして転入生。
てかミモザ先生のイベントまだあったんだ。へえ。いやよかった、ミモザ先生もう終わりかと思っちゃってた。ちょっと結局何だったのよ、あの人ってすぐ怪我するからよく医務室来るんだけど。あー、やっぱそうなんだ、いつもあんな感じなのよね。うん、まあちょっといろいろ大変かと思いますが、なんとか付き合ってあげてください。あれ、どこ行った？ミモザ先生いなくなっちゃった。まあいっか。よーし、じゃあ MK さんはこの後、まだある？あ、まだあるな。じゃあちょっとやっていこうか。全部イベント終わってから青木のところ向かっていければと思いますが、木肌先生、どこ？あれ、あ、いたいたいた。何今度は、ジュース？ホットスナックのところにいるけど、オス転入生買い物か？え、ここ買い物できんの？あ、会いに来たんですよ、木肌先生に。どう？ははは、私に会いに来てくれたのか。そうです、私はサンドイッチを品定めしているんだ。品定め？購買部のサンドイッチは美味しくて栄養バランスも最高だぞ。それはちゃんと売り物ですからね。特訓はどうしたんですか、木肌先生。慣れない特訓でちょっと疲れてしまってな。まあまあまあ、目標は達成したから料理はしばらくお休みだ。あー、そうなの？ MK さんもちょっと頑張った後のサンドイッチちょっと食べたかったけどな。ああ、目標というのはいつもお世話になっている、ほう、お世話になっているミモザ先生に恩返しすることだ。あ、そうだったんだ。なるほど、優しくて手先も器用で私の憧れなんだ。ああ、なるほどね。近づくために真似して料理を頑張ってみたが、人には向き不向きがある。まあそうだよね。うん、向き不向きあるよ。私のいいところは元気なところ、そっちに注力することにしたぞ。焼き肌先生はまだまだいろんな魅力がありますから、授業でも言っただろう、人もポケモンもいいところを伸ばしてあげないとな。転入生には世話になった、気持ちを受け取ってくれ。ちょっといい話じゃん。ちょっと木肌先生のこのサンドイッチ作りの話、ギャグの話かと思ったら、ちゃんとミモザ先生に恩返しするために作ってたんだね。いつもお世話になってるからね。タウリン10個ありがとう、これはでかいぞ。さて今日はどうやってタンパク質を補給しようかな。木肌先生との絆が芽生えた。おー、ちょっといい話じゃん。なんだよ。え、なんか買えんの？ちなみに大体揃ってますよ。どういうこと？あ、なるほど、この辺買えるんだ。学生料金で安いとかないの？ないな。ないのか。なんかまあこのモーモーミルクあたりまで売ってるのは特徴だけど、もうモンスターボールとか大量に買うからさ、この辺で安く買えたらよかったんだけど、学生証見せれば割引とかない？ないんだろうな。そしたらもうこれで木肌先生の話は終わったので、エントランスホールに戻って青木さんのところを向かっていきましょうか。っていうか、そう、ミモザ先生さ、MK さんポケモンカードちょっとだけ興味あるんだけど、出ましたね、スペシャルアートが。いやー、そう、めちゃくちゃ高騰してて、 MK さんも欲しいんだけどちょっと手が出ないな。いや、そう、ミモザ先生がね、バイオレット EX のパックかで、SR 化してて、あ、まあするよね、それはするよねって感じなんだけど、待って、その前に青木のところ、ここを目的地にして、もう近くまで飛んじゃうか。はい、チャンプルタウン西、空を飛びましょう。で、あ、バイオレット EX でワンチャン出るかなと思ったら、スペシャルアートバージョンもあるという情報を得まして、でスペシャルアートね、見たんだけど、めちゃくちゃいいんだよな。今回 HR みたいな概念はないのかな、どうなんだろう。 UR はあるっぽいけど、ちょっと MK さんポケモンカードやりたいな、やりたいなって思っておきつつ、まだ本腰入れてないからさ。あれなんだけど、今回から HR がなくなったってこと？あれ、ちょっと詳しい方教えてください。ということで、はい、ドドゲザンたちを回復しまして、青木さん、対戦していきましょう。どうすっかな、ノーマルタイプ使いでしょ。まあラウドボーンでいいか。ノーマル、いやでもどうなんだろう、飛行タイプ使ってたよね、四天王戦では。まあでも事務戦の時はノーマルタイプ使ってくれるのかな。っていうか宝食堂直、どっちだろう、ここに行けばいいのか宝食堂に行けばいいのか、ちょっと曖昧ですけど、ジムの方に来ちゃいました。青木さん、合ってました？ああ、いたいたいた。四天王ぶりでございます。トップとの待ち合わせ時刻、アポなしの珍客。ごめんなさい。あの人のやりそうなことです。すべてを察しました。おー、
さすが四天王にいつもいる人ですね。よろしくお願いします、どうもご丁寧に。トップは自分の上司なんですが、まさか学生までこき使うとは、うん、そういう人みたいですね。こき使われましたいや、青木さんもいつもこんな感じで振り回されてるんでしょうね。てんてんてん、なるほど。学校の大会にトップを呼ぶためにお手伝いを。好きでやっているならいいんです。自分は願い下げなんで。なんか青木さんも大変そうですね。いつもお疲れ様でございますが、それではとっととタスク完了といきましょう。わかりました。タスク完了っていうのがまたサラリーマンっぽいですね。では食堂に。お、やっぱり宝食堂でのバトルになるみたいです。ってことはノーマルを使うのかな。お、モンスターボール型のボンボリが結構綺麗でございますが、自分とは四天王戦実技テストで戦っているので、これといって何の考えもないでしょうが、いやいや、ここで戦うのが感慨深いじゃないですか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この度はジムリーダーとしてなので、いつものポケモンを使わせてもらいます。ということはやっぱそうだよね。ノーマルタイプ、普通、波、平凡、ありきたり。個性のない自分に似つかわしく愛着が持てます。あんまり個性ないわけじゃないけどね。青木さんも結構個性的だよ。人間もポケモンももっと分かりやすくでいいんです。やれ突飛さだ、奇抜さだ、ケレン味が評価される世の中ですが、楽しい旅行先よりも帰ってきた我が家が一番安らぐでしょう。わー、確かにそれはそうだな。そう、シンプルなのが一番強いんですよ。なんかこういう入り方のノーマルのエキスパートいいですね。ということでジムリーダーの青木が勝負を仕掛けてきた。使ってくるポケモンはパフュートン。使ってこなかったよね前はね。よーし、じゃあこっちはラウドボーンでいきましょうか。後ろでテラスタイプをチェンジするかいと言っている人がいますが、あなたも大変ですね。トップは個性的な人ですから。うん、かなり個性的な人だあれは。そしたらまあフレアソングでとりあえず特攻を上げていきましょうか。一発ぐらい耐えられるような、うわ一発どころか全然耐えられた。はい、特攻が上がりまして、相手は思念の頭突き。まあ高校だからね、ひるむことはないのでそこは安心ですが、フレアソング2発目、これでなんとか特攻2段階上げてパフュートン倒していく。オッケー、いいよいいよ。あとは全抜きできそうだけど、素早ささえ負けなければって感じかな。今度はノココッチ出た。ノココッチいいよね。 MK さん今回の追加進化でも結構好きな感じでございます。いや、この節が増えるのが好きだわ。そしたらフレアソング連打でもいいような気がするな。はい、ラウドボーンのフレアソング1回くらい耐えられそうな気もしなくもないですけど、まあまあまあ2段階アップ、これで3段階アップだから、もともとが 100% だとすれば 250% いけるぞ。はい、青木はネッコーラを繰り出そうとしている。ネッコーラちょっと耐久高いけど、さすがにここまで能力が上がった、フレアソングは耐えられないでしょう。ということで打っていきたいと思います。ラウドボーンのフレアソング1K、 これで素晴らしい。あとはもうこれ打ってれば勝てるっぽいですね。炎無効とかのやつが出てこなきゃいいですけども。はい、今度はウォーグルを繰り出そうとしている。あれ待てよ、の、ん、切り札なんだったっけ。あれ、ムクホークのイメージなんだけど、ムクホークは四天王戦だったっけ。あれ、どっちもムクホークなんだっけ。ちょっと MK さん飛んでいますが、ラウドボーンのフレアソング素早さもなんなら勝っている。これでオッケーなんかラウドボーンだと勝てちゃうなこれ。まあハイダイさんとかはね、ちょっとタイプ相性があれでしたけども、普通に10倍以上だったら、あ、やっぱムクホークだ。ノーマル飛行タイプ使ってくるのがいいね。普通にお強いですね。粘らせてもらいますよ。この普通に強いっていうのがやっぱノーマルタイプ使いですね。はい、青木はムクホークを繰り出した。威嚇で攻撃が下がりますが、こっちは特殊使い。じゃあ最後くらいはこっちもテラスタル火炎放射決めていきましょうか。自分をさらけ出しましょう。いつも通り頼みますよ。お、来たやっぱり自分をさらけ出すけど、それがいつも通りというね、青木さんらしいセリフでございますが、はい、テラスタルいいね、ノーマルテラスいいね。なんかこの特別なテラステルっていうのもノーマルですからね。青木さんはもうテッカテカの真っ白で顔が全然見えないムクホークですが、こっちも全力で行かせてもらいますよ。はい、テラスタル解放者行きましょう。おお、いや、この宝食堂の背景がいいからなんか映えるね、このポケモンバトルが。ということでオッケー、ラウドボーンテラスタル。これどっちからだ。相手の方が早い気もする。ブレーバー
これはどうだいっていうか、あのせっかくノーマルテラスタルしたんだからノーマルの技使えば捨て身タックルとかの方がいいような気がするんですけども。はい、ラウドボーンの火炎放射でムクホーク倒していく。素晴らしい、いい勝負でした。まあまあまあ、ちょっとねフレアソングで一方的にあの技を打っちゃっておりましたが、もうしょうがないんだ、こっちのラウドボーン 強いからさ。ジムリーダーの青木との勝負に勝った、いいねがっかりしてますけども、おかわり3杯目です。 あなるほど、うまいうまいね。確かに最初のジムと四天王とこれで3杯目ですね。おーうまいそしてやっぱりなんかこの食堂の前なんですね。平凡な自分にとってあなたは刺激が強すぎる。お、でも少しだけわかりました。四天王の時は飛行タイプを使えと言われた意味。お、何ですか？平らな道を歩くだけでは気づけない景色がある。たまにはあなたのような空を行く才能を見上げるのも必要だ。おー、うまくかかってんね。あくまで業務ならやるだけです。好き好んではやりませんよ。おお、本日ノー残業デーなのでこれにてさようなら。バイバイノー残業デーらしいんであんまり無理はさせられないですね。ということで、はい、青木さんなんとか勝つことができました。そしてさ、せっかく宝食堂に来たからさ、ちょっとテラスタイプ、あー、ここに戻されちゃったけど、テラスタイプ変更ちょっと見に行きましょうか。テラピースを使うのかな、それぐらいしか考えられないんですけども、あとは LP とかお金もかかってくるものなんでしょうか。そのあたりもちょっと見に行きたいと思います。宝食堂どこだっけ、ちょっと、あら、あたたたたたた、よし、じゃあこ、あ、上になんかある、ちょっと待って、それ何、ちょジャンプして飛んで OK、 何があるんでしょうか。プレミアボール、変なのなんでプレミアボールが落ちてるんだ。モンスターボール10個あの買った時のね景品なんですけども、普通はそしたら、はい、テラスタイプをチェンジするかい、ちょっとチェンジさせてくださいな。学生さん、青木さんとの勝負よかったよ、ありがとう。私は気に入ったお客にだけポケモンのテラスタイプをチェンジする料理作ってあげるんだ。あ、気に入ったお客さんだけなんだ。テラピースって材料が必要だから集まったら声かけてよ。あ、やっぱそうなんだね。初回特典でテラスタイプをノーマルにする道具をあげるからさ。お、テラピースノーマルを50、これ50個で1回なのか、どうなんだろう。テラスタルポケモンが倒れた時砕けたテラスタルジュエルが稀に結晶化したもの、どのポケモンに食べさせるんだい。とりあえずちょっと待てよ、ノーマルだとしたら巨人、あ、ドドゲザンありか。いやー、でも別にテラスタルまでするか。ドドゲザンのさ、テラスタイプをノーマルにして峰打ちを強くするってのはありっちゃありなんだけど、いやでもそこまですることかな。いやー迷う、でもあなた捕獲要員だしな、それくらいしかやりようないような気もするな。うわー迷う、ちょっとみんなこれさ、ちょっとみんなちょっと教えて、これドドゲザンノーマルにする方がいいと思う？ MK さんちょっと今迷っちゃったわ。ぜひコメント欄をね参考に決めたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで、じゃあ今回は一旦これぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回はさらにスター団とか、まああのジムの再戦ですね、そちらの方進めていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。